がチャンピオンを止めた。これはどうした？もう意識が試合終了だ。拳を突き出したまま動かない挑戦者に終了のゴングが降り注ぎます。死闘の幕が今下ろされました。木村、木村さん待て、一方やけに綺麗だ。マシマ、こいつこんな冷たい汗を、もしあの拳が伸びきっていたら俺は今頃。君ら、篠田さん、まだ戦ってるんすよ。こいつ試合終わったことに気づいてねえから拳引っ込められないっすよ。まだ戦ってるんすよ。もういいんだ、終わったんだ。よくやったぞ。終わった。頑張ったな、達也。最後まで見せてもらったよ。お前は立派だった。最高の息子だ。マシバ、待てよ。勝利インタビューとかあんだからよ。勝利？平王勝ちじゃねえか。主役ずらして居残っていたら恥かくだけだぜ。高村さん、青木、一歩、篠田さん、八木さん、会長。今日で引退します。本当に今までありがとうございました。長い間お世話になりました。決めていたことだ。もう二度と選手としてリングに上がることはない。あわよ。出かけてくる。出歩いて大丈夫かい？ジムへ挨拶に行くだけだから。なあ達也、まだ花の名前を覚えるには早いんじゃないか。母さんたちまだ元気だからさ。お前、ボクシングを決めたことだから。そうか。なんか寂しいですね。いちいち寂しがってられるか。引退してった人間は何人も見てきただろうが。そうは言っても、木村は立派に戦った。そして第二のスタートラインに立ったのじゃ。笑って見送ってやるんじゃな。そうっすね。はい。親友だったら木村の分まで頑張るって気合見せやがれ。木村の分まで。
っしゃーやーうわー気合か。高村さんも本当は寂しいんだ。一方、お前も気合だ。あ、はい。うわー今、引退したって実感がすごく湧いたな。カタカナでワンポか。名前がついてよかったな。お前ともなかなか会えなくなるぜ。元気だな。これから何すっかな。なんせ5年間もボクシング漬けだったからな。今までやれなかったことパッと。何すりゃいいんだろう。違う、ボクシングじゃねえよ。精一杯やったから、あれだけやったんだから。